ジコちゃん。ルパンのエッジ。ダメだこりゃ。1971年に始まった国民的アニメルパン三世を生涯かけて演じ切った山田康夫。小学校ぐらいかな、ぐらいから見てます。はい、カリオストロの城がかっこよくて好きです。うちの子も見てます。今でもなんか優先で見てます。はい、初恋の人がルパン三世に逃げたの。そんな情報言っちゃっていいんだ。しかし山田が仕事を始めた1960年代、声優の認知度はほとんどなく、役者よりも下に見られていた。コッペパンとコロッケだけで食いつなぐ生活。このままでは声優はずっと見下されたままだ。そう考えた山田が取った行動は、収録をボイコット。後輩たちには声優になるなという。一体なぜなのか。その裏には後輩たちのために声優の地位を確立したいという思いがあったのだ。78年前の今日9月10日はルパン三世の声優山田康夫が生まれた日。声優ブームの礎を作った男、その裏にあった知られざる戦いとは。1932年東京都大田区に生まれた山田。子供の頃から映画が好きで、授業をサボってまで映画館に通い詰めたほど。喜劇役者に憧れるようになった山田は1958年25歳の時に劇団テアトルエコーに入団。しかしお金はなく、公演の費用は自分たちで稼がなければならなかった。そこで始めたのが海外ドラマの吹き替え。しかし当時声優という職業は世間にはあまり認知されておらず、吹き替えタレント、アテシなどと呼ばれていた。役者の仕事と比べると軽く見られており、事実山田自身も声優の仕事を見下していたのだ。口の動きに合わせて日本語を喋ればいいだけだろ。しかし収録当日、リハーサルが終わると監督から、君の芝居は吹き替えに合わないと言われクビにされる。声優という仕事を舐めているのを見抜かれていたようだった。山田は自分の考えの甘さを痛感させられる。声優も役者も演技することに変わりはないのでは。自分が間違っていた。やるからには全力でやらなければ。山田はいつ仕事が来てもいいようにと稽古に没頭した。そして1年後、27歳の時についにチャンスが訪れる。海外ドラマ「ローハイド」の吹き替えでクリント・イーストウッドの声に抜擢されたのだ。そうですか、神父さん。もう彼のことは忘れましょうよ。わかるでしょ、彼は結婚パーティーで何かしでかすつもりで来たんですよ。さらにダーティーハリーシリーズのヒットでその声はおなじみに。お前のドタマなんか一発で吹っ飛ぶぜ。クリント・イーストウッドの声といえば山田康夫と言われるほど、その地位を確固たるものにした。しかし人気は出ても声優としてのギャラは変わらない。当時吹き替えでもらえるギャラは、有名になった山田でさえ月に6000円程度、新卒のサラリーマンの半分以下にしかならなかった。コッペパンとコロッケだけで食いつなぐ苦しい生活が続く。それでも声優を辞めず真摯に取り組んだ。それが後に運命的な出会いを生むことになる。ある時山田は芝居でニヒルの悪党の役をどう演じるか悩んでいた。するとスタッフが参考にとある本を手渡した。それはルパン三世。
漫画の中のルパンは今とは違いハードボイルドな一面が描かれていた。これだと思った山田は自分の役の中に取り入れていったのだ。そんな山田の芝居をたまたま見ていたのが、なんとルパン三世のアニメ化に向けてルパン役を探していた監督だったのだ。舞台見に行ったら、舞台の上でね、なんか見たことあるようなものが動いてるわけですよ。はっと気がついたら舞台の上でやってる山田康夫の演技がルパンそのものなんですよ。僕から見て。なんとも運命的な巡り合わせでルパンの役に抜擢される。そして1971年、38歳の時にアニメの放送が開始。御仏の慈悲だ。裏切り者を消しに来たってわけ？とんでもない。裏切りは女のアクセサリーのようなものさ。いちいち気にしてちゃ女を愛せるわけがないぜ。そうだろ。見損なうなルパン。お前はこのわしを三枚目にしたつもりだろうがな。そうはいかん。銭形警部役の納谷五郎は当時の山田をこう語る。スタジオ入ってくるときにあんまりやる気がないようなね、もう嫌だよ俺これなんていうような、そんな態度で入ってくるんだよね。まあこれはシャイっていうかシャレっていうか。その代わり始まっちゃうと、これはもう絶対とちらない、これはもう見事だったよね、初めての仕事でクビになった屈辱、それが仕事に対する真摯な姿勢となって現れていた。そして第2シリーズ新ルパン三世では、さらにルパンをコミカルなキャラクターにしようということになり、山田のアドリブで名台詞が次々と生まれていく。うーじこちゃんルパンのエッジダメだこら。子供でも楽しめるルパンに人気が爆発。山田の名は一気に世の中に知れ渡ることになる。そして1979年、山田46歳の時にファンの間では最高傑作と言われる映画「ルパン三世カリオストロの城」が制作された。監督はこれが長編映画デビュー作となる宮崎駿。山田はこの作品についてこう記している。セリフ録音のための試写を見て俺は興奮した。これがルパン三世という作品の真髄ではないだろうか。山田の想像を超えるような躍動感あふれるルパン、それに負けないよう自分の全てを出して演じきる。どうかこの泥棒目に盗まれてやってください。私を？山田と宮崎、二人の天才が噛み合って最高の作品が出来上がった。そんな山田に多くの後輩が影響を受けている。この人気声優もその一人。神谷明でございます。北斗の拳や筋肉マンの声でおなじみ神谷明。いやもう怖かったですよ。お、何しろ厳しい人で、演技それから仕事に取り組む姿勢、この2つをものすごく厳しく教えてもらって、でもそれがその後の自分を本当に支えてくれましたので。例えば山田は声優を目指す後輩に常々こう言っていた。声優になりたいと思うならやめなさい。でも役者になりたいのならやってみてもいいかもね。あえて突き放すような言い方。声優は役者の一部分であって、その一部分を目指すだけでは成功しないという後輩を思うがゆえのアドバイスだった。さらに当時制作の遅れから本来あるべきアニメがなく、真っ白な画面を見ながらタイミングだけ合わせて演じることを強要されることもあった。
すると山田は、絵がないなら帰るよ。仕事をボイコットしてしまう。首覚悟の行動。周りにいた人間は呆然とした。声優という仕事にプライドを持てと自らの行動で後輩たちに示しているかのようだった。その一方、給料が安い後輩のためにこっそりしていたことがあった。たくさんその待遇改善のために戦ってくれていたりとか、そういうことをしていてくれたっていうのを後で分かったんですよ。テレアだから絶対に見せないんですよ、そんなことやってるって。自分たち後輩がいましたから、を守ろうとしてくれていたんだっていう。自分だけのためではなく、後に続く後輩たちのため、声優という仕事をもっと認めてもらうために。そして山田は47歳の時、テレビのバラエティ番組にも進出。お笑いスター誕生で司会を務めた。さらに歌手デビューするなど、現在の声優ブームの元祖とも言うべき活躍をする。僕たち含めて声優はその山田さんが切り開いてくれたその道をたどってる。しかし還暦を迎えると、山田の体は少しずつ病に侵されていった。1994年、ルパン三世クタバレーノストラダムスの収録が始まった時、異変が起こる。本番入ったんですけど、明らかに衰弱してたんですね。椅子に座ってやろうよって提案したんですよ。そうするとそれは嫌だって言うんですよね。これは握力は俺は立ってやるもんだと思ってるし、でそれでもし倒れたらね、倒れたで俺はそれで本望だと。山田はどんな状態であろうともマイクの前に立ち続けた。仕事には真摯に取り組め。最初に自分が教えられた教訓が、くしくも山田が後輩たちに示した最後のメッセージとなった。1995年3月19日、山田は脳出血で倒れ、62歳でこの世を去る。ルパン三世の原作者モンキーパンチは、僕としてはね、もうこれで、あの時はもう正直思いました。もうこれでルパン終わってもいいなと思いましたね。ですから下手にその全然声の違う人にやってもらっても、今度全然イメージの違ったものになっちゃうし、ルパン三世はもう終わり。誰もがそう思った。しかしその翌年、リオで一仕事したお宝が入ってるの。お宝って？150万ドルのダイヤだ。ルパン三世は栗田寛一に引き継がれた。栗田は以前からルパンのモノマネをすることで知られていた。しかしそれだけで選ばれたわけではない。山田とは生前から交流が深く、その中で山田のルパンに対する思いをしっかりと受け継いでいたのだ。山田さんのバリバリルパンの頃の漫画をずっとこうとにかく家でかけて見て聞いて耳慣れして、トーンとかテンションとかリズムとか、それを自分のこうなんか匂いっていうか、その全てをこう染み込ませながらスタジオ行くようにはしてんですよ。山田が見せた仕事に対するプロ意識を栗田は引き継いでいた。この気持ちが組まれ、山田の後任に決まったと言っても過言ではない。天下の大泥棒ルパンを演じた山田は、後輩たちに何にも代え難い宝物を与えてくれた。出番待ち、かくて今日よりまた宿命のおいつおわれつが始まるのだ。それ逃げるな。